ごめんね、お待たせ。安心して、全部片付いたから。それなら、メイもきっとワクワク。第13律者について知りたいのよね。わかってるわ。この話は少し長くなるの。どこから始めようかしら。やっぱり順序よく最初から話すわね。ヒヨオオガに入った時の話から始めましょう。来て、いい場所に連れて行ってあげる。私の乙女心が繊細で敏感だからかもしれないわ。次からは小道を通っていく。どうする？とりあえずメイみたいに鋭い子ならタイプライターのところにある資料を読めばわかると思うわ。あら、声にしない方がいい。ええ、追憶の皿の記録、もともとは他の場所に。その通りよ。そうでないと。何せここからの話は少し。ああ、それはもう一人の、じゃじゃーん、データ室の管理者。まさか、実は、かわいいでしょ？何せ私をモデルにして作ったんだもの。私と同じように、全部で13体あったの。全員にあげようとしたんだけど、結局、エデンとアポニアしかもらってくれなくて。メイが欲しいなら、まだまだたくさんある。それはメイがまだウェイクワードを言っていないからよ。メイは、それはメイ次第よ。けど信じ、もう一度やる。あら、プログラム起動、システム人格ロード完了。あー、人の子だわ。こんにちは、可愛らしい人の子。あら、せっかちなのね。まだある。しょうがないわ。じゃあこの楽園データベースインフォメーションコレクトコントロール。じゃあこのタイプライターは楽園のあらゆる情報を抽出。それは、あら、随分と担当着入ね。